それでは LINE スタンプで、えー、リジェクトとお知らせが届いた場合にどうしたらいいかという,う確認の方法を説明しますまずはあパソコンで LINE Creators Market こちらのページですねこちらのページにログインします右上のマイページをクリックしメールアドレスとパスワードですね設定したやつ はい、入力してログインをします、はいえー。そうしますと、アイテム管理という画面が出てきますので、えー、こちらに、えー、申請したスタンプの、えー、サムネイル画像、タイトルがあって、一番右側に、おそらくリジェクトというのがあると思います。で今この画面、えー、僕のやつはもうスタンプ何種類もリリースしていますので、販売中。 えー、承認、リジェクト、まあ。いろんな状態があります。で、えー、リジェクトをされた理由を確認するのは、こちら、スタンプの、えーまあ、サムネイルをクリックしますと、えー、ページが変わります。その中に、メッセージセンターというところがありますねそちらをクリックしてください。そうすると、何がリジェクトの原因だったのかっていうのが、えー、このあたりに書いてあります。 はい、で、えー、この場合は、すでにスタンプショップで販売されているスタンプの複製があ,あるよと。ので、えー、リジェクトですよということに書いてあります。で、実は、えー、今回のやつは、同じ絵柄がいくつも、8種類のうちに同じ絵柄があるんで、多分これがリジェクトの原因だと。 いうことになりますで、まあ、それ、えー、踏まえて、えー、もう一度あのスマホのアプリの方から作っていただくといいかなと思います。パソコンで作った場合はこちらであの修正して再度申請ができるんですが、スマホでサクッと作ったやつは、あもう前のやつは、えー、一旦無視していただいて、新規に作り直していただいた方が簡単かなと思います。以上です。